まあ、だいたいずれてない感じ、左に曲がるのがちょっとわかんないですけど、まあ、なんとかいいスタートだと思います。はい。はい、今でちょうど300キロ終わりました。お疲れ様です次は、もうあれなんでちょっと内訳を減らそうと思います。15ヤード。場所はあの目の前の左端くらい、左端下のです。
これで12月16日は2009生放送ができます。9時から予定しています。ただ打ってるだけなので特に面白くないかもしれないですけれども、まあたまにはということでお付き合いください。ありがとうございました。この後練習場の紹介動画が始まります。はい、お疲れ様でした。ですね、僕は今メドットカントリークラブでずっと、打ってきました。ここはですね、日吉から近い、あと元住吉から近くにあります。で、まあこんな感じの打ち上げの練習場になっていて、魅力的だったのはですね、うちちょっと都心の方にあるんですけれども、例えば中目黒とかからだと15分くらいで、駅は来れて、そこから5分半くらいで歩いて来れるので意外と近いと。で、近いにもかかわらず値段が、思ったより安かったと思います。僕がよく行くところよりも全然安いですし、打ち放題のメニューも充実してますし、会員の人だとちょっと安いんですよね。長く来る人にとってはすごくやりやすいところだと思います。あと1階だと、ね、こういうチェックコール、スイングチェックするときにどうぞ。で、ここの距離30とか50とか書いてあるんですけれども、スカイトラックに測ったところ1階はもう全然ずれてなかったですし、3階もそんなにずれてなかったかな。70までは実測だった。あとは練習場ボールのやつだったです。はい、あとはですね、もうフロントの前にはですね、パターの練習場があります。傾斜のあるパター練習場があります。ですね、ここも結構お客さんがたくさんいるので、待ってる間ずっとここでパターしてる人がいたので便利。あとは、2階の方にはスクールがあって、まあ、先生がちょっと教えてくれてるのと、あちらの中の方にもスクールがあって、グリップの交換とかやってくれています。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。